ああ、いいよ、普通に座って。いや、大丈夫、もう店閉めたし、もうこの先お客さん来ないから大丈夫、もう楽にしていいよ。大丈夫、大丈夫。ああ、遠くから来てくれてありがとう。いやー、もうどう？この店結構良くない？いや、秋田でこんなにマレーシア、マレーシアしたお店なんかないから、目立てるし、こういろいろ内装だとか流れてる音楽とか全部マレーシアのもので統一して、俺がやりたかったことは全部やれてるし、だいぶ気に入ってるの。もうこんな店を持てたらいいなってのはドンピシャでやれた、うん、あ、そうだ、せっかくだしさ、なんか食べてきなよ。作るよ。ただ、ね、マレーシアカレーの甘口中辛辛口どれ。中辛トゥリマカセー。あ、トゥリマカセってマレーシア語でありがとう。だからそういうのも入れながらマレーシアの雰囲気作ってこうって感じ。はい、マレーシアカレーの中辛です。トゥリマカセー、どうぞ。冷めないうちにどうぞ。どう？味いいよ、いいよ。もうそういう仲じゃない、顔見たらわかるんだからさ、いいよ、正直に言って、正直に。うん、そうだよな、口に合わないよな。うん、まあ、しょうがないよ、マレーシアカレーなんて普段食べるものじゃないんだから。そりゃ口に合わないって思う人も多いよ。そりゃそういうもんだからしょうがない、うん、でもさ、マレーシアカレーさ、口に合わなかったとしても食べたことは経験として、人生経験としてよかっただよな。そうだよな。そうなんだよ。そうだよ。そう。そりゃそうだもんな。食べたことなくて、食べて口に合わなかったら別に人生経験になるもんな。そうだよな。そうだよ。そう。うん、だから俺、マレーシアカレーの店やってんのよ。マレーシアカレーってうまいとかまずいとかないのよ。人生経験になるしかないのよ。うまくてもまずくても人生経験になるから、だからマレーシアカレーなのよ。これさ、インドカレーは無理よ。みんなの美味しいインドカレーなんか食べたことあるんだから、適当に作ったらバレるでしょ。で、タイカレーもそろそろ危ないよね。だんだんみんな食べたことある。マレーシアまだバレてないのよ。だからマレーシアカレーの店を開いたの。しかも最もバレにくそうな秋田で絶対大丈夫。向こう20年30年は秋田でマレーシアカレーがバレることはないから、この店はやっていけるっていう計算なのよ。いや、これもう飲食の店持つって決めた時点でもう地方で珍しいもん作ろうって思ってて、そしたらもううまいとかまずいがないじゃん。その土地で一番最初に出したらもうパイオニアじゃん。それが一番強えなって思って、だからもうやるって決めた時点で、秋田でマレーシアカレーか、山形で台湾混ぜそばか、岩手でのミーゴレンマシゴレン、もうあったので、もう勝ちパターンというか、自分の中でないプライドとかはないよ。ないプライドがないことがプライドとかじゃなく、ない。全くないのよ。ない。誇りもない。雨が降ったら全部溶けるの。マレーシア雨多いから。行ったことないけど。推測ではあるけど。雨多そうじゃん。行ったことないよ。ない。遠すぎ。めんどい。いや、だから本場の味は知らないの。レシピは全部クックパッド。仕込みは毎日30分でめちゃくちゃ楽。でもまあでもほら、内装は全部マレーシアで統一してるし、 BGM もマレーシアだし、雰囲気は完璧に仕上げてるわけ。その辺の努力込み込みでマレーシアカレー中辛850円、文句言えますか？取り任せっていうことで、うちの店はそういうビジネスなの。うちはだからマレーシアカレー屋さんとかじゃなくて、雰囲気屋さんっていうか、そういう感じでやってるから、ね、いいの、これでいいの。いや、もう俺ももちろん自分がやってることダサいなとか情けないなとか思う時はあるよ。でもさ、この店があることで、あ、マレーシアって面白いかもとか、マレーシアってどんなとこなんだろうとか興味持つ人がいたら、それでも勝ちじゃん。この店があってよかったなって話じゃん。そういう風に考えて俺は自分のことを正当化してる。全然それでいいの。そんなことより俺の話なんかいいんだよ。
せっかくだからお前の店の話も聞かせてよ。最近どうやんの。やっぱそうだよね、青森でメロンパンアイスは勝てるよね。